山本寺平から1919 19年10月24日は明治、大正時代の建築家。文部省に議士として属し、高等教育機関や病院の建築を多く手掛けた。旧制第六高等学校本館奈良女子、大学記念館、1909年春高1854年、江戸に生まれる。山本家は代々、 大名屋敷の設計や営像に携わっていたという。工部省の建築技術者、立川千方に指示し、日本建築の設計、製造を収める。1878年9月、満24歳で東京府町土木課に入り、病院建築、河川改作工事などを手掛ける。1884年、小笠原出張所長者建築工事のため出張。 1885年公部省鉄道局に転じ同年公部省の廃止により鉄道局属となった。鉄道局所属時代は、上田、直江妻の新一本線工事に携わっている。1887年7月、文部省のコインとなり、当時永前組織が属していた、会計局に勤務、京都における第三高等中学校創設工事の後半を、 現場責任者として担当した。このほか第三高等中学校医学部や岡山県病院の建設に当たったと考えられる。その後、東京美術学校技師を経て、文部属専任となり、来る正道英然係長の下で、高等中学校など教育施設の管理、設計に当たった。1898年6月、京都帝国大学に出張を命じられ、 同大学の創立工事を担当。この間、文部省技師となっている。1900年、新設された文部省京都出張所長となり、第6高等学校、第4高等学校、第7高等学校増資官など、西日本における文部省直轄学校工事の指導、監督も担当した。1905年には、福岡に出張。 京都帝国大学副岡以下大学創設工事の指導、監督にあたり、翌年に京都出張所長に戻っている。1907年6月、京都帝国大学技師となり、京都帝大に新設された建築部の初代部長となった。傍ら、文部省京都出張所長心得を兼任し、引き続き関西地域における学校工事の指導を行った。 1919年、京都帝国大学建築部長在職のままぼした。ありがとうございます。